こんにちは、勝則です。また餌やる間映像を撮っておきます。餌やりすぎてとも食いは水は悪くなるのも嫌だけど、とも食いも嫌だという、とってもまあ身勝手な堕落した飼い主の考え方なんですが、仕方ないですね。そういう人間に飼われてしまった運の悪さを嘆いてください。全部白ザリガニ、色ザリガニの水槽にしたいのですが、なかなか思う通りにはいかないですね。で、すごくやっぱり寒いので、ザリガニが、活性が悪いというんですかね、食欲が旺盛とはいきませんね。3分ぐらいですか。ここにハサミをなくした子がいます。この子はいつもビールの空き缶の下にいてた子ですけど、もう体が大きくて入りきれないんでしょうね。本当は隔離したいんですが、隔離したからといって無事かどうか、これまた難しい話なのでね。で、こっちが F1 種の子供のところですね。冬で活性が悪いからこそ、とも食いの危険性も少ないんで、今のうちにできるだけ大きくなって、俺が捕獲できるぐらいの大きさになってほしいですね。隠れる場所も結構あるんですよね。ソイルの方が、隠れる場所に関してはソイルの方がいいのかもしれませんね。はい、今日はこれぐらいで終わっておきます。わかりますかね、すごく隠れる場所がしっかりとあります。はい、今日はこれで終わります。